初のタイトル画面。オープニングはね、自動的に進んじゃうんで。ピノキアの時もそうだったね。最初は自動的に入っちゃって、だからね、収録する身としてはねこのタイトル画面で自分のタイミングじゃなく、そのリロードして画面が始まったら急いで撮り始めみたいなねところがあるから、まあ画面指定だけして、範囲指定だけしてね、リロードすりゃいいんだけども。さて、コンティニューやってこう。岬の屋敷行ってみますか。ただ回復薬と、あと爆弾とかもね、増やすのに、この前のところぐるぐる回っといた方がいいかな。採掘場所もっとないかな。お、これか。あ、違う、これは永続海底研究都市。どっちから行った方がいいんだろうね。多分メインルートがこっちで、岬の小屋っていうのが、まあ、ある意味サブなのかな。マップはこんな感じか。そこまで広くないように思えるけども、まあいくらでも丸は増やせるだろうからね。ちょっとストーリー見てみるために、ちらっとこっち見てみるか。はてな、おそらくまだ行けないっていう感じかな。あ、通信ベストだ。通知出るか。通知出るな。海底都市の探索中はこちらからもモニターさせてもらう。何かあれば連絡入れる。P が以上だ。これはなんだろう、潜水艇のような。そろそろなんか最近のね、感じからすると敵がいついてもいいようにね超そろそろになっちゃう。せっかくのエレベーターだが動かないか。電源は生きているわけ、生きているな。壊れてるわけじゃない。これは多分、なんかいろんなとこ回って、その拠点ワープ的に使えるようになるんだろうね。だからここはなんだろう、階層ダンジョン的な感じかな。どんどん進んでいって、行けるとこまで行って、途中までしか行けなくて、またある程度別のとこ進めてからまた来るような。お、メモッチョ。メモッチョ。湾内の巨大な海溝の底に建てられている。なぜ湾内にこれほど深い海溝がある存在しているのかは不明だった。最大居住人数2000人。結構いたんだね。しかしそんな物好きもいるわけもなくと。200人程度が居住していて、食料はおおむね海中の魚やプラクトンの加工によって8割ほどは自給体制が確立。まあ、結構いい生活ではないね研究のためにしょうがなくというか、まあでも研究職というか、そういうのが好きな人はね、そんなの二の次三の次で自分の研究したいことができてれば幸せになれるんだろうな。いけ。まだスライムだね。いけ。そこにもスライムいるぞ。プルプルプル。あいつら悪いスライムだよ。悪くはないのに。むしろ、あ、チューだ。チューがいるぞ。いけ。チューチュー。ピヨピヨ。ピヨピヨではない。いけ。回復薬の補充してないからな。行けるとこまで行って。うわー、助けて宝箱に目がくらんだわ。残骸 A。 何ですか。主に鉄を含む残骸、要分解。ああ、分解するとまた素材が出来上がるのかなそんなとこにいたのか。おーっと、おーっと、ちょっとメディアプレイヤーがなんか出てきてるふう、落ち着け俺まだ序盤だぞいや、むしろ序盤のうちに焦っておいて、今後ね、焦らないように体勢をつけておくとか今んとこはまだ普通に進めるね。いけ、おう、ん、広い。入れるかな。入れた。お、寝よう。みんな寝ようぜ。海底での暮らしはどんなものかと少しは期待していたんだが、なんというかただ退屈だ。そりゃあな。ん？なんだこれ。身を隠すにはもってこいだ。こんなところまで追ってくるやつはそうそういない。なんか逃げ込んだやつがいるのかな。一瞬逃げる動向っていうから、なんか怪物とかがいるのかなって思っちゃったけど。どいて。こういう時にどいてが使えるね。これロッカーになんかあったりとかはしないか？ぴょんこ。
ないね。なんかああいうメモ帳を見るとどいて、かゆい馬が書いてあるかなと思っちゃうな。いけ、スラリンをやっつけろ。あーしまった、今取れなかった分もう残ってないよな、きっと。ちゃんと取ってからマップ移動しなきゃ。これは何だろう、研究員の魔術の根源、研究員のなんかメモ書きかな。よいしょ。基本あれかな、あの本とかメモ帳みたいに何か表示がなければ何もないかな。なんか怪しいけど何もない。タイルが一つだけ違うとつい疑っちゃうよね。いけ、いない。おや、最近妙なんだよ、地上との連絡が取れないんだ。あら、もしかしてここの職員たちは全滅した？僕の家族からも返事がない。あれかな、世界崩壊の時かな。雷神装置、通信的な頼みがあるんだ。なんだい？明日、ん？君は明日から地上休暇だろ？だから、おいおい、俺がお前の家族に会ってこいって。様子を見てきてほしいってことか。息子の誕生日が近いんだ。でもその誕生日を迎えることなく、何か起きてしまったのかな。おっと普通に、ああイベントがあったなーって見てたら、普通に目の前に敵いっぱいいるし。いけ、ゴー。常時ダッシュで敵を避けるときにこういうスーっていう動きをすればいいんだろうけど、でもこれだけ敵がいるとある程度倒していかないと無理だよね。まあ素材は欲しいからどんどん倒していった方がいいかな、まずは。おっと、もし無視して進むんだったら、俺がとにかく走りまくって、で集合って言って、はい、この二人を引っ張りながら取っていくって感じがいいかな。なんもない、敵いない。すごく疑っちゃうんだよ。お、宝箱、回復薬、よし。なんだろう、ホラーゲームってわけじゃないんだけど、このホラー感あるよね。アクション要素があるからなのか。で、下に降りたいけども、こっち側は特になくか。ぐちゃあり。なんかぐちゃぐちゃ音聞こえる。ちょっと集合。よし、何もいないな。レバーだ。第3層までの昇降機のロックを解除。よし、これで行き来ができるってわけだね。まだ簡単だけども、こういう、なんだろう、おっといる敵、霧のいいところで敵がどんどん変わっていくっていうか、強くなったりする感じかな。メモ書きだ。可能性と危険性、こういうの全部読んでいきたいけどね、さすがに全部読んでいくとね、実況的にはすげえ長くなっちゃうんですよ。たださえこのゲーム結構クリアまで時間かかるらしいから。なので、まあ今一時停止してじっくり読むのもいいけども、一番いいのはね、自分でプレイして読んでくれ。まあね、物語についてね、重要なこと書いてあると思うから、読んでね、理解しながら進んだ方がいいっちゃいいんだろうけど。お手紙、アリーへ。まだしばらく帰れそうになり。あー、きっとこの人も会えなかったんだろうな。俺は一応後で読んでおく。そろそろ一旦戻った方がいいだろうな。なんか大きくぐるっと回れるところもあるね。で、この昇降機のロック解除されたから、いけるんだろうね。よいしょ。多いな。おお、ま、あ、ノス、ノス、助けて。集合。やれ。
こっからぐるっと行くのか。おっとっと、多いな一度立て直すためにこうやって集合したりと。おねむおねむ。これ裏でアイテム稼ぎとかして、さて寝るぞって言ってさ、寝ちゃうと寝た時のイベントも発生するからね、逐一収録しなくちゃどうした？魔女さんに引き取られたリメ、それとはまた別の話ってか、これはあれだね、ミルファ、違う、ミシア、なんだっけ、ミンゴス、違うな。でもあの子だよね。その生体だった頃の、いや、リメイの方は、ね、巻人形になった後の話だよね。だね、ちょっと、何回も寝て、イベントを先に見るっていう手はありだね。あ、でも新しい巻人形とか手に入らないと、ってとこ終わりそうだね。再起動コアもう一つ作ったんで、岬の小屋こっちで、屋敷か、巻人形がいるはずだからゲットしていこう。岬の屋敷、博多の塩、聞いたことがある気がするわ。確か岬の屋敷、ここにも巻人形がいるって。よしよし、割と明るいね超おっかな、びっくり。できるだけね、回復アイテムとかね、消費せずに行きたいからね。お、こことか入れんじゃないか。入れないね正面突破しかないか。うん、お邪魔します。お、開いてんじゃん。おっと、いるじゃん敵。おっと、多いな。ちょっとサクッと行った方がいいか。ひとたまん、これもしかして無限湧き？そんなことはないか。広そうだね。おっと、チューチュー。人玉だけかなと思ったら、人玉にばっかりかまけててもしょうがないな。四季との出会い、料理ですかね。私は死のうとしていた。だが死に方を選べずにいた。ふらふらと街道を歩き、気づけば魔物の巣に迷い込んでいた。死んでもいいと思っていたが、魔物に食い殺されて死ぬのか、愚かな男にはそれくらいがふさわしいのかもしれない。目を開けると、そこには魔物の死体が積み上がり、そして一人の少女。それが四季との出会いだ。それがここにいる巻人形かな。彼女は貧しい孤児院の出身だった。今は孤児たちを世話する側に回っている。私は恩返しとして、そこに出資することにしたが、あの時助けていただいた男です。って感じで。戸を閉めて何作るんだろうね。パンケーキかな。私は彼女をメイドとして雇った。おお。その形なら施しではない。うん。どんどん進んで、とりあえず人形をゲットして、その後に探索がしたいな。大丈夫、いないかななんだろう、ここ岬かなんだろう、ここ岬かって当たり前だよなわー、壊しちゃった。アサシンエナンス、おお、これはスピードを上げるのか。会心 9% 忍忍びの記憶、どっちに上げようかな。ステータス値で、会心高いリメイの方に回してあげた方がいいか、それとも迷うね。ふん、滅んだの世界、そうなんだ。私はただの兵器だった。今度はあなたが命令してくれるのよね。これでも進んでいくと、だんだんと人の心を得ていくのかな。
爆弾もゲットしたから、うん、どっかで使えるね。最初のマップにも、うん、まだ行けてないとこあったし、これはあの、朝縁を取るだけかな。そんな略し方あるんか。うおー、集合。うわー、熱い。右から行こう。集合。これは、うおー、チューチュー、おいおい、おいえチュー。いけ。スライムと、チューがいる。のー、のー、これはきつい。とっとと進んだ方がいいか。あ、あ、あ、俺死ぬ、俺死ぬ、死ぬ、俺死ぬ、死ぬ。何ここ。何これ。はてな。魔物の巣窟。スクツでしたね。なんかイベント進行あるかな？ないか。